哲学の劇場の山本孝光さんと吉川博光さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だからスキップしたりごまかしを許してもらえない精読クロスリーディングが最たるものが、まあ、こういうこと、まあ、しょうがない役割だから私が言いますがこんにちは、助真です。本日は助真図書館チャンネル登録者1万人突破記念ということで、超ビッグゲストに、来ていただきました。哲学の劇場の山本孝光さんと吉川博光さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当にありがとうございます。はい、出だしから超ビッグゲストっていう、もうなこういうのなんて言うんですかあの誰やねん。そうそう、いやいや大丈夫かな。そんなことないです、そんなことないです、はい。まあ、もう本当にお二人は、まあ、あの人文界隈ではもう今や知らぬ者のいない超ビッグゲスト中のビッグゲストということで、あのお忙しいところ、あの本日は1万人なんでということでカードを切らせていただきまして、お越しいただきました。はい、あのまあ、多くの方ご存知かと思うんですけれども、お二人は、哲学の劇場という YouTube チャンネル、ウェブサイトをなさって、いらっしゃいまして、お二人とも文筆家で、いらっしゃいます。まあ、代表作ここに、たくさんもうある通りですね、もう本当にたくさん、ございますし、山本先生の場合は、今年の4月から、東京工業大学で教鞭を取られたし、吉川先生の場合は、文筆業ほか、編集業などなど、あの幅広くマルチに活躍される、お二人に来ていただきました。そんなお二人をお招きしましてですね、本日は、副業として、読むこと書くことについて、お話を伺っていこうと思っております。はい、まあ、ちょっと私の話から始まっちゃうんですけれども、まあ、最近おかげさまで、いろいろと執筆のお仕事であるとかトークイベントのお仕事であるとかいただけるようになってきたんですけど、あのまあそれと比例してですね、やはりあのお二人の仕事量の尋常じゃない化け物ぶりをおりますと、どうやってこの二人本読んであんなにあの広く深くお仕事をこなしてるんだろうっていうのがですね、まあ私ももちろんのことを多くの方々が多分気になってると思うんですね。で、普段哲劇だとやっぱお二人ともすごいあのお二人で、でしかもこう、まあ、長年のご友人でもあるので、なかなか改めて掘り下げるってことがないと思うので、まあ、ここは私がちょっとあのバカな顔してですね、あの改めてそういったところをこうゼロから伺ってしまおうという、企画になっております。はい、という、内容なんですけれども、まあ、ちょっとベラベラ話してるんですけれども、まあ、そんな感じで、ちょっとざっくりまずは、お二人からその、こう、読むことや書くことが、まあ、いろんなお仕事になってると思うんですけれども、まあ、ざっくりと、こう、ここ、大体20年ぐらいですかね、お仕事されてるのって、まあ、振り返って思いとか、あの、なんか、総括的なところからまずお聞かせいただいてもよろしいですか。山本君いかがでしょう。私も今吉川君いかがでしょうか振ろうと思ってたんだけど先に振られました。早かった。はい、ですね、吉川君と私はその、2004年に最初の本を出しまして、物書きを仕事にしてるのはそれ以来なんですね。だから、そこから数えてると、16、17年かなぐらい、あの物書きをやってますと。で、あの総括ってあのおっしゃっていただいたんですが、あのそんな大したことはしてないので総括することはほぼないんですけれども、あの何でしょうね、本当にこれは巡り合わせというか、まあ、そんな言い方でまとめるとね、あのもうそれ以上言うことなくなっちゃうけど、あの本当に運みたいなもので、その都度ね、あのこういうものを書いてみませんかみたいなお話を、小さいものから大きいものまで、あのいただく機会が続いてきたので、たまたまあのやってきたんだなという感じなので、まあ言い方を変えれば、あのそういう、ご提案がなくなればね、その時点であの終わるというそういうあの仕事でもありますね、これはね。うん、で、まあ、あの何でしょうね、先にこれだけ言って吉川君にあのマイクを渡しますけど、その時にあの
十何年かこういうことやってきていつも思うのは、あの編集者の皆さんってね、なんだろうな、この人ならこういうテーマには関心がありそうとか、あのなんかこういうことは書けそうみたいにこう思っていただくときっと声がかかると思うんですね。ってことは何が大事かというと、そう思ってもらうような何か材料みたいなのが手前にあって、でそれがあると次またそれで何か書くと、それを見た人が次ってこう、なんかそういう連鎖があるような気がするんですね。なので多分そう考えた場合、第一歩が一番何もないのでね、大変なはずなんじゃないかなというふうには想像しますね。というあたりで吉川君いかがですか。はい、その辺のね、あの総括というか経緯は山本君と私は結構似てるので8割ぐらい重なると思うんですけど、じゃあちょっと私の方は違う角度からお話しすると、おそらく我々にとって読み書きっていうのは、まあ簡単に言うと趣味で、あのなんていうかな、俺はこの文筆の力のみによって生計を立ててやるみたいな、なんかそういう意気込みって実はほぼゼロなんですね。うん、あのその趣味がまあ例えば人に聞いてもらって喜んでもらえるものであれば、まあそれでよし。でもし喜んでもらえなかったら、まあそういうもんかというような感じでやってるので、あのもしですね、あのまあさっきの編集者の話がありましたけど、まあ例えば人から依頼あのされてなかったら、まあ、この文筆っていうものが仕事になってなかった可能性が結構高くて、うん、あので今そのまあ助真さん、あの兼業っていうかとおっしゃいましたけど、そのちょっとね泥臭いあの話をすると、その収入源っていうのを仕事っていうのを別に持ってる状態をずっとキープしてるっていうのも、結構読み書くというのは基本的には趣味っていう位置づけ、あの副産物的にですね、あの原稿を書いたら、あのありがたいことに印税とか原稿料もらえるんですけど、まあそれはまああのあくまで副産物っていう、まあそういう感じの認識がこうなんとなくある。それでいいことか悪いことかはまあ置いといて、うん、まあ、そんな感じですかね。どうでしょうね、山本君。おおむねそういうことだと思うんですね。なのでしょっぱなからそんな言い方をするとなんですけど、あくまでもね吉川君と私の場合という限定付きの話ではありますけど、なんかあまり持続可能性がないこうなんて言うんですか、まあ、吉川君も私もさらに助真さんもね、会社勤めという経験がある人なので、その辺感覚が共有できると思うんですけど、会社はね変な話、ちゃんと言ってやることやってればね、毎月月末にお給料がこういただけますけど、物書きってね依頼がなければ何もないみたいなあったとしても毎回それがいくらなのかみたいなこともねまちまちだったりするので、なんていうのかな、それを当てにしたり見通しを立てたりするのが非常に困難なことでもあるんだろうなと。もちろんねバカ売れする場合は別だと思いますけどね、まあ、というなんだかそんな話になっちゃいましたが、はい、まあ、バカ売れしたことないですからね。うん、そうなんて言ったらいいのかな、書くものに対して、まあ、もう少し良くなるんじゃないかとか、もうちょっと良くしたいとか、そういうなんていうかこう向上心は少しはあるんですよ。でも書き物と生活手段っていうか生活費っていうことに関しては、書き物で食べていくとかそういうこだわりは実はほとんどないんですね。うん、こだわりがあった方がいい場合ももちろんあると思うんですけど、まあ少なくとも我々の場合は、まあ、ないっていう、うん、おそらくそれはね、なんていうかね、ある程度初めからこれを100万人にバカ受けさせるものを俺は作って生きていくんだとか、そういう目標があんまりないからっていうのも、うんうん、そういう規模の問題っていうのもあると思うんですけど、
そうですね、まあ、お二人が寄稿もされていらっしゃるの在野研究ビギナーという荒木豊さんが編集された本がありますけれども、まあ、中でその在野研究ということで、まあ、いわゆるアカデミズムに属さずに研究をされている方々、まあ、その中の多くは例えば会社勤めをしている方ですとかが中心で、まあ、結構そういう方が増えてきているなという印象はあるんですね。で自分自身も、まあ、広くくくると、まあ、そういうふうに別に仕事を持ちながら今こうしていろいろなことをさせてもらってるなという意識はあって、で確かにそれ、まあ、自分は本当にまだまだ書に就いたばかりなので何とも言えないんですけど、まあ、そこで思うのはもう結構趣味の延長だなと言いますか、その別に自分の場合は賞に応募してなんか特賞を取ったからじゃああなた権利あげますって言われたわけじゃなくて、まあ、例えば YouTube とかなんとかで喋ってたことを面白がっていただいて、でそれがこうもうちょっと違う場に導いてもらったっていうだけなので、なんか自分の認識としてはこう本当延長線上なんですよね。だからそれがたまたまこうお金もらえたりとかいろんなお話もらえたりっていうのはあるんですけど、まあ、本読んで、でそれについてちょっといろいろと返したらその延長線上で来たなという意識はあったりするんですけれども、これはまあちょっと不思議な質問になるかもしれないんですけど、一方でその今いろんな発信もしているけれども、でもそうはならない人っていうのも多分一定数いるんですね。そのそうはっていうのは依頼が来ないとかですね、別にそういうふうに仕事に結びつかないっていう人も一定数いるんじゃないかなと思って、まあ、お二人の場合でもちろん結構なんですけれども、今から振り返ってみて、まあその1997年に始めたウェブサイトっていうものが日の目を浴びた大きなきっかけとか理由ってどういったところにあったとお考えですか？どうなんでしょうね、それもまた腰砕けな答えになっちゃうかもしれないけど、哲学の劇場っていうウェブサイトをね、今おっしゃっていただいたように1997年に2人で作り始めて、でそれも結局はね、人が見てるかどうかも実はよく分かんないまま、自分たちがやってると楽しい秘密基地みたいなね、しかも90年代後半ぐらいってまだインターネットが砂漠荒野の一軒家みたいにこうちらほらとしかそういう場所がなかったので、考えてみればウィキペディア以前、アマゾンがもうちょっとで出てくるかなぐらいの、アメリカでね、日本はまだなくて、そういうインターネット環境だったので、逆に言うとね、そういう状態で、しかも Google もまだなかったかな、そういう状況で人文書とかですね、哲学書の話をこうある程度まとまってこう、まあ、クオリティは置いといて、そこに行くとなんだか知んないけど、ニーチェの本の話をしてたり、脳科学の話をしてるっていう場所があるとですね、多分こう荒野の中をこう歩いてる人が、遠くからでもですね、 あそこにコンビニがあるみたいにこう見えたと思うんですね。なので選択肢が他になかった、あんまりたくさんなかったっていうのもあって、そういう同好の死のようなそういうものをなんかネット上で、探していた人の目に少し止まったっていうことはあるかもしれませんね。ウェブサイトについて言えばね、吉川君なんかその辺実感はありますか？2つ申し上げることがあるかなと思ってて、一つは身も蓋もない話で、もう一つは少しさっき山本くんが言ったことを別の角度から少しだけ身も蓋もある話で、まず一つ目の身も蓋もない話は、これ結構身も蓋もないんだけど結構大きいと思うのが、これね、まあこういうこと、まあしょうがない役割やから私が言いますが、人間関係って結構でかいんですね。というのもメディアを作る人っていうのは数限られているので、例えば今誰もがメディアの発信者になれる時代だけど、でも実際に1万人登録者数を持てる人ってのは案外そんなにいないわけじゃないですか。で今回まあ助真さんがね1万人ということで、我々も全然1万人届いてないわけで、というわけで、その我々の場合もネットじゃなくて出版っていう古い昔からのメディアだったんだけど、その有力な編集者が目を留めてくれたっていうのがあって、で今は今で、まあ、出版じゃなくっても例えば我々が本当に
あの何にもやったことのない人間で、まあ、ちょこちょこやり始めたみたいな人間だったとしたら、助真さんにこういう形で例えば声かけてもらったら、それがあのきっかけになると思うんですよ、うんうん、で、あのそういう意味で結構あのなんていうのかな、これねいやらしい言い方になるんだけど、あの活躍してる人にその面白がってもらえるっていうのはすごく実は未だに大事で、メディアが変わっても、うんうん、つまりハブになるような人に、うん、あの人に届けるハブになるような人に面白がってもらえるっていうのは結構大事で、おそらくで、こっからじゃあそのためにどうしたらいいかっていうので、少しだけ身も蓋もある話をすると、さっき山本君が言った話につながって、まあ、自分自身で面白いと思うことやってれば似たような人は面白いと思ってもらえるだろうと、でそういうようなものを、まあ、あのするっていうのが、まあ、なんていうか我々の経験からする、まあ、N1 ですけど例は我々 あの例だけですけど、まあ、が言えるかなと、あの何かこう人々 あの関心とかそういうものを読んで戦略的にできる人は別にそれでいいと思うんですけど、あの、まあ、そういうふうにやるよりも自分の好きなことをやりたいっていう人は、まあ、自分の好きなことをやるっていうのが一番近道かなっていう気がします。どうです山本君、この私の身も蓋もない言い方と身も蓋も少しある言い方の組み合わせは。いや結果的にそれであの身も蓋もある話になってるし、前半なくしては後半の話もね、うん、あの理解できないことだからあのいいんじゃないでしょうかね。これね確かに良いと言ってもあまり意味がないけど、あの、そのキーパーソンみたいなのが AI になっても結局同じだと思うんですよ、うん、自分だけじゃなくてあの自分自身がその一気に100万人にダイレクトに届くようなメディア作れたらまた別なんだけど、結局そこに行くまでにはそれなりのハブになってくれるような人とあのにあの認められたり面白がってもらえたり仲良くなったり、うん、するのがまあいいかなっていう気がしますね。そこの法則は結構メディアが変わってもあんまり変わらないような気がしますけど、助曽根さんいかがでしょうか。そのいやあのそうなんです、今まさにその、 あの話を継ごうと思っていたところでして、自分自身があの1万人に行ったのってこうずっとなだらかに行ったんじゃなくて、あるところでこうクッとあの突然流れが、まあ、いわゆるバズりましてそれは小林秀夫岡清にまつわる動画があのバズったんですね。でそれは結構大きい登録者の方が、まあ、似たような動画を上げてらっしゃったっていうのは多分きっかけなんじゃないかと推察しているんですけれども、でその自分の上げてた動画も、まあ、比較的自分のチャンネルの中だと見られているものだったので、多分その YouTube の中のアルゴリズムと、まあ、自分の動画の中だと比較的あの、まあ、1万再生数ぐらいいってたものだったので多分合致して、で YouTube の方があの多くの人にこうそれを おすすめとしてサジェストしてくれたんだろうなというふうには思っているので、まあ、あれなくして1万人は確実にあの少なくともこんなに早くは到達できなかっただろうっていうのはやっぱりあの一つ思うところと、あとはもう一つは、とはいえやっぱり私あの初速が少しあの始めた段階ぐらいで1000人ぐらいに見ていただいていたっていうのは、やっぱそれまで他の人の YouTube チャンネル出したとかっていうのもあるんですけれども、やっぱりまだ YouTube というところで文学についてあのなんかすごい割と固めの文学についてこんなに語ってる人間が、まあ、かなり少なかったなっていうのがあるので、あのそういうそもそもさっきの山本さんの言葉を借りると、まあ、砂漠の中にあの割とポツンとあったという状態 でそれを自分の場合は AI があの見つけてくれたという、まあ、2つがあの合わさって、まあ、こういう形になったなというふうに思ってるので、まあ、今後あのこういうふうに YouTube だったりとか、まあ、Twitter だったりとか、まあ、ある半分ぐらいは AI が担うところではあったりするので、自分のその母体としているプラットフォームとかとこうどういうふうにシンクロしていくかっていうのはやっぱ一つあるかなというふうに思いますね。はい、吉川さんとか何かいかがですか。いやおっしゃる通りだと思います。あの、昔だったらねまず編集者だったと思うんですけど、今は AI やそのアルゴリズムもまあ考えないといけないなと思います。同じぐらいの比重っていうか、もう YouTube とかだとまさにそっちの方が比重大きかったりもします、うん、とはいえまあカリスマ的なねあの配信者っていうのもまだいるんで、まあ、両方必要かなという気がしますね。あのウェブの
ウェブがなんていうのかな、ウェブとグーグルが揃った時に、まあ、今でもねそれは行われていますけど、あのサーチエンジンオリエンティッドっていうかな、あのサーチエンジンでなるべく上位にこう出てくるようにというね、うん、要するにそういう仕掛けをウェブにするということがね、ずっと行われてきたわけですけど、今のその、YouTube とか動画サイトの AI のレコメンドに乗るっていうのはね、これはあのもちろん狙ってできる部分もあるでしょうけどね、あのどっちかっていうと膨大に存在しているあの動画の 中でね、何とこう関連付けがあるのかっていう、そういう環境との関係もきっとあるでしょうからね。なんか本当ね、助真さんも言うように、あの文学なら文学でね、日本語で文学のことをあの突っ込んでやってる人がもし今この時点でね、あの3000人とかいたら、なかなかそこからあの目立つのはね、何かまた別の要因なんでしょうけどね、少ない時っていうのはそれは確かに目立ってきて、今後はだからね、今どのぐらいいらっしゃるかわかんないけど、きっと増えてるでしょうからね、また環境が変わってるんだろうなとも想像しますね。あの大沢聡さんにあの批評メディア論という本がありますけれども、まあ、あの本の中だと、その1920年代から30年代において、あのそれまで分断によって寡占されていた、あのまあ文学だったりとか批評だったりっていうものが、あの新聞メディアだったりとか雑誌メディアだったりとか、まあ、そういったものに開かれていったっていう話をあのされていらっしゃって、まあ、まさにその転換点によって、それによって今需要と供給が変わっていったっていうのがあると思うんですけど、まあ、この2010年代とか、まあそれぐらいの今は、またそれがさらにより AI というところに取って代わる転換点になってるんじゃないかなっていうのは、個人的に思ってはいるところですね。うん、はい、あのまあ、それで今、デビューのところについてお話を伺いまして、まあ、1997年に立ち上げられて、2004年に新脳問題というご著書を出されて、まあ、そこから本当に、まあ、破竹の勢いと、言うべきだと思うんですけれども、あのニューエイジ登場というあの当時、煽りで結構雑誌とかでも取り上げられたりとか、2004年2005年こうざっと遡っていくと、やっぱユリイカとか、そういったところで の連載とか、あの単発でもいろんなものが始まっていったりとか、そこからブワーッと一気に始まって行かれたと思うんですね。で、結構印象的だったのが、2005年にあのサールのマインドの翻訳を協約で出しておいてだったかと思うんですけれども、先頃筑摩学芸文庫に、入りましたけれども、そのお二人のすごいとこう得意なところとして、まあ、批評も全般的に広くやってるっていうとか、そういうのに加えて翻訳も手掛けてらっしゃるっていう、ここがすごくまあ敬意と言いますか、すごいなと思っているところでして、翻訳との付き合い方っていうのは、どういった形でお二人でもやられていたんでしょうか。翻訳との付き合いは、じゃあまず私からお話しすると、あのサールはね、後で吉川君に話してもらえばいいかなと思いますけど、これはあの最初に書いた新脳問題との関わりがあって、お引き受けした仕事だったんですね。で、私自身はあのその、ま、一つ前にですね、あの人工生命っていうあのアーティフィシャルライフに関する英語の本の翻訳の仕事が、産業図書っていうところから、まあ、真の園という本があの出たんですけど、それはね、さくらおさむさんっていうあの科学方面のね研究者の先生がその翻訳をしようというあの立ち上げた、企画で、それは確かさくらさんと学生あと2人ぐらいでやってたのかな。で、やってたところなんか哲学の話が結構出てくるというので、あのそこに協力していた人がたまたま私の友人の一人だったんですけど、あ、それなら山本呼んでくるといいかもとか言って、あの巻き込まれ、協約者になってということがあって、商業的に何か翻訳をするっていうのは、私の場合そこが最初だったんですけど、まあ自発的にやるっていうよりは、あの今日の冒頭の話ともねつながりますけど、あのそういう話が来たのでやりましたっていう
これまた身も蓋もないようなことで、付き合いをしてますね。でその後それは吉川君にお話しいただきますけど、サールの翻訳の仕事が来たんですが、サールのマインドはね、どういうきっかけで訳すことになったか、吉川君お話しいただいてもいいですか。はい、まあ我々が今ね、脳が分かれば心が分かるかっていうタイトルで、ありがとうございます、新版になってますけど、最初に出したのが診断問題っていうね、マインドボディプログラム、あるいはマインドブレインプログラムっていうような、まあ、そういう哲学的な問題について論じた本で、まあ、それをそもそもその企画してくれた編集者が、こんな面白い、多くの人に読んでもらいたいような概説書が新しく出たということで、我々に話を持ってきてくれたと。で、正直ね、これもね、さっき山本君言ったように、我々どっちかというとかなり主体性のない書き手なので、翻訳に関する熱い思いとか実はあまりないんですけど、ただ勉強になるかなと思って引き受けたんですね。で、実際に翻訳というのは勉強になる。で、得意かどうかと言われると、少なくとも私の場合は本当に苦手で、しんどい。で、しかも翻訳は本当に能力の差が露骨に出る分野だと私は思っていて、翻訳じゃない文章の場合、スキルとか能力の他に味とかあるじゃないですか。その人の個性とか。で、翻訳で味とか個性出しても意味ないですからね。それ、どっちかというとそれサブの話じゃないですか。ものすごく上手で、味があるとかだったらいいけど、下手なだけど味があるっていうのはもう許されない。もう少なくとも私の翻訳に対する考えでは許されないので。なので、正直、苦手なんですけど、ただ、これはっていう、その勉強になるものは、やるっていう。そういう感じで。で、だからそういう意味では、翻訳の仕事自体が、我々の元々の仕事を、評価してくれた人から、来たと。で、我々としてはそれメインにするつもりはないんだけど、でも勉強になってこれからのためになるかなという感じで引き受けてると、そういう感じですかね、だから逆に全く翻訳してなかったらその分の勉強っていうのはできなかったと思うんで、結果的には苦手だけど、少しはやっててよかったかなっていう気はしますね。だから得意な人はね、やったらいいと思いますね。めっちゃ勉強になりますね。そうそう、よくね、これは翻訳をした人が、口を揃えてね言ってますけど、もちろんハリー・ポッターとかそういう商業的に成功するケースは除外して、私たちが手掛けるような人文書とかね、そっち方面の翻訳っていうのは変な言い方になりますけどね、これまた フーコーの言葉とものがね、発売当時なんだっけ、プチパンのように売れたっていう表現が確かあったかと思いますけど、そんな風には売れないのでね、言ってしまうと、さっき吉川君が言ったように勉強にはなるんだけど、再び言い方をちょっとネガティブに言い換えるとね、勉強にしかならない基本しんどい、特に得意じゃない私たちみたいな立場からするとね、なかなかしんどい仕事で、しかもね、勉強にはなるけどそれ以上ではないっていう面もあったりしてね、なのでこれまたね、仕事にするってなると多分もっと1年にね、何冊とか、ある程度の規模でっていうことをね、続けていくので、本当にそういうプロの方もいらっしゃるけれどもね、私たちみたいに仕事の一つとしてやってる分にはですね、なかなかいろいろあるのがこの翻訳だなと私も思います。はい、
ありがとうございます。先ほどの本当味の話とか、米原麻里さんに不実な美女か静粛なブスだっていうのがありますけれども、下手な上で味があるっていう、もう不実なブスそのものの訳文は、まあ、私もかつて一回翻訳のアシスタントをしたことがありましたけれども、どうも私の作る訳文は不実なブスばかりだったようで、結局それ以降続かなかったので今はもう全然していませんけれども、翻訳をやってると勉強になるってお話は本当に確かにやっぱり一番そうだよなっていうふうに私も思いまして、内田達さんが町場の文体論っていう本の中でレヴィナスを毎日訳していたと。で、何言ってるか分かんないけど訳してるうちになんとなく分かってきたし、多分ここでカマが来るだろうとかピリオドが来るだろうとか、こんな動詞を使うんじゃないかっていうのが、まあ、なんとなく分かってきたっていうようなことを言ってて、まあ、確かにそういう、まあ、彼らしい言葉を言うと身体性を伴う作業だなっていうふうにも思ってまして、一番勉強になるんだろうなっていうのはなんか私も思うんですね。で、一方でただやはりすごく難しい、再三お二人が強調されていた通り難しい仕事であることはやはり疑いようもないところで、まあ、今でもまあ、決して量産はされてないと思うんですけれども、それでもずっと続けてはおいでだと思うんですね。そのやっぱり一番のモチベーションだったりとか理由っていうのは、お話が来ることとご自身のその勉強になるというか、まあ、そういったところの、まあ、2つがやはり大きいですか。そうですね、そう、これまたね、基本的には話をいただいたら、検討して勉強になりそうだなと思えて興味が持てればね、お引き受けするんですけど、そのさっき吉川君も言ったね、勉強になるっていう中身はもう少しだけお話しするといいかもしれないですね。一つは、まあ、これは誰でも知ってることに過ぎないかもしれませんが、翻訳っていうのはですね、私の見るところでは最高の精読なんですね。原文を一字一句おろそかにしないで全部丸ごと受け取らないといけない。他人が書いた文章翻訳しなくていいんだったら、結構斜め読みとかね、多少分かんなくても飛ばし読みをして、こうどん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 、ああ全体としてこんな感じかなと言って理解できちゃうんだけど、翻訳でそれをやるとね、本当にダメなものになってしまうので、もう著者が何言ってるか分かんない場所も含めて、自分なりにはでもこう読んだっていう回答を出さないと許されないという、だからスキップしたりごまかしを許してもらえない精読、クロスリーディングが最たるものが翻訳かなと思っていて、こういう本の読み方をすると、助真さんが、参照されたね、今お名前出された内田達さんのレヴィナスのように、本当にね、体に入ってくるんですね。それは体に入ってくるっていうのは、つまり毎日コツコツやるから、その本の著者の思考の仕方とか言葉の並べ方っていうのがですね、こっちの頭の中にも記憶に入ってきて、それ自体が何ていうのかな、他人の文体をこう取り入れるっていう感覚にもなってき、たりしてね、それも含めて勉強になると思いますね。吉川君いかがですか、うん、勉強になるっていうポイント、うん、あとね、そうね、勉強になることについてはもう山本君が言った通りだと思うんですけど、あともう少し何ていうか軽いチャラい理由を加えると立派な人の本を翻訳することが多くなるわけじゃないですか。わざわざ翻訳するわけだから、そうするとね、まあちょっとね、それは嬉しいことですよ。その立派な作品、立派な人の著作っていうのを翻訳できるっていうのは、だからさっきの身体化のについてもですね、本当どうしようもないやつの文章を身体化しても全然嬉しくないわけでしょ。それレヴィナスだからなわけですよね。そうそう。で、それがなんでレヴィナスかっていうと、それはもうレヴィナスの作品が翻訳するに値するものだからなわけですよね。そういう意味では、まあ非常に、まあ、ミーハー的な意味でも非常にありがたい話ではありますよね。話を伺うとあれですね、まあ、お二人の場合はさっき本当にそれ翻訳だけを仕事にしているっていう、している人もいるってお話があったんですけど、まあ、仮にそうであれば、
今の言葉を借りれば、まあ、時にしょうもないやつも訳さないといけない時ってきっとあると思うんですよね、お仕事ですから。でもまあお二人の場合はその普段書いているものとか、そういったものの延長線上でお話が来ることもきっと多いと思うので、そういう意味でもすごくいいものを訳せてる機会がきっと多いのかもしれませんね。なるほどなるほど。そう、まあ、じゃあやっぱりその点は恵まれてると思いますね。うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。お二人のその選書基準というところをちょっと最後別テーマで伺いたいんですけれども、お二人とも膨大に本を買っておいてじゃないですか。私も大概買ってると思うんですね、正直。ただ私が引くぐらい買っておいてたと思うんですよ。そんなことはない。スケザネさんのツイッターの投稿も大概ですよ。いや、でもやっぱり山本さんのインスタとあと吉川さんのクラブハウス、それぞれ拝見して、いやすごいなっていつも驚愕しているんですけれども、まあ、そのお二人がそのどういうふうに本をチェックしたり、あるいはそれをこう選書して買ってるのかっていうところを最後お話を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。じゃあ吉川君から今度はいかがですか。あ、はい、なんですかね、よく聞かれるご質問ではあるんですけど、私ね、これどうなんですかね、あんまりね選書してる感覚あんまなくって、主観的にはね、実際には選んでると思います。だって1日何でしたっけ200冊ぐらい出てるわけですよね。だから選んでるはずなんだけど、あんまり選んでる感じがなくて、それなんでかっていうと、おそらく何て言ったらいいかな、自分の中にある程度の地図みたいなのがあるわけじゃないですか、興味の地図みたいなのが。で、それに引っかかるものっていうのが、まあ、一定数世の中に出てきて、で、それも結構自動的に、もう買うべきものとして、入ってくる。例えば、あくまで例えばですけど、私、ウィトゲンシュタインの研究書は基本全部買うんですけど、そういうのはもう、出たら買う。ね、で、これも確かに選んでるわけですよ。世の中ウィトゲンシュタインの本ばっかりじゃないわけじゃないですか。だから選んでんだけど、私の中ではそれ選ぶっていうよりはもう買うように決まってる。うん、で、あるいはちょっと、まあ、そうね、好きな作家、例えば川添愛さんの本、新しく出たらもう買う。もう決まってる。みたいな感じで、結構ね、決まってるというか強制的に買わされてる感じがあるんですよね、主観的にはね、うん、で足すと結構な数になる。 それでも日本の総出版件数には全然及ばないわけで、数で言うと選んでんだけど、主観的には買わされてる。で本当に選ぶことってのもあって、そういうのって SNS とか Amazon のとか、あとあるいはRSS フィードの新刊情報とかで目につくから買うんですけど、それにから漏れるものって絶対あるんで、それはまあ純駆動書店池袋本店とかに時々行ってチェックするみたいな感じで、それは本当に選ぶっていう感覚ですね。私の場合結構それでもうちょっとこれ以上お金出せないぐらいになっちゃうんで、主観的にはそんな感じですね。どうですかね、山本。私も大体同じですね。で近年は自分でやっぱ選んでるっていうよりは選ばされてるっていう感覚の方が強くて、っていうのはツイッターを覗くたびにですね、私今多分8000人弱ぐらいの人をフォローしてますけど、その中にはかなりの割合で各方面の研究者とかアーティストとかね、いろんなそういう関係の人たちがいて、彼らがともかくですね、自分の専門に関するこんなのがあったっていうのを、しかも国内外の人たちをねフォローしているので、一人がね一日一冊紹介したとしても、なんか毎日なんか500冊ぐらい新しい本が古いのも含めてね目に入ってきて、もちろんその全部は追い切れませんけど、それを見るとですね、見て自分の今の関心と重なった途端にもうそれはまず注文しないといけなくなると。そうすると多分私が毎月手にしてる本のね3分の1から半分ぐらいはそういう感じで、誰かがこう
こういう本があるんだって紹介してくださってるのを見て、あ、なるほどと言って買ってしまうと。でもう一つは、自分自身がですね、ちょっと大風呂式なんですけど、学術の歴史っていう、過去5000年の学術の歴史がどうなってますかみたいな、あの、関心を持ってるせいもあって、そうすると関係のないことがないんですよ全部関係してきちゃうので、あの、まあ、それはもちろん全部は見切れませんけど、例えばですね、最近、あの、比較的最近、今年になってからこういう、あの、現代の量子力学っていうね、本、教科書、入門書が出たんですね、これ講談社からね。で、例えばこういう本を読むと、あの、量子論が20世紀の100年間かけてね、どういうふうに展開してきたかっていう、その古い論文とかも参照しながら、それを現代風にこうリライトしてくれてるありがたい本なんですが、これを読みながらね、例えば、あの、あ、そういえば昔、あの、ジョン・エス・ベルって人がいて、面白い、あの、論文を書いてたなっていうのがここに出てくるとですね、リンクをたどらないと気が済まなくなるから、ジョン・エス・ベルの論文集を買ってくると。で、もう、あとは言わなくてわかると思いますけど、ジョン・エス・ベルの論文集を読むと、アインシュタインが出てきたり、あの、ボーアが出てきたりして、その論文を探して、論文だけならね、ネット上でも読めますけど、関連書籍っていうのもいっぱい出てますので、っていうふうにして、あの、うっかり本を一冊読み始めてしまったために、ここから貼られてるリンクをたどって、しちゃってね、またそれでさっきのタイムラインと一緒ですね。この本を読むために、あの、関連する本を次々と、展示するとね、だんだんもう、あとはもう言わなくても分かりますけど、本は、あの、ウェブ上になってますので網目のようにリンクし合ってるので、あの、重要な本ほどですね、そういうところに、あの、何度も顔を見せますから、そうなるとね、何度か遭遇するうちに、ああ、やっぱり読まないと済まされないんだなとなって、またね、それを、あの、求めるということになって、というわけで、あの、自主的に選書してるっていうよりは、なんかこう選ばされてるっていう資格の言い方をそのまま借りますけど、幾重にもそんな感じですね。で、私は今住んでる場所の近くに、幸い、あの、大きくないんだけど、見た目町の本屋さんなんですけど、一歩足を踏み入れるとですね、なんでこんなに私が読みたがる本ばっかり揃えてんだろうみたいな、あの、本屋さんがあってね。で、そこに週に1回必ず行ってるんですけど、行くたびね、みすゞ書房の新刊とかね、小文社の新刊とかバーンってちゃんとね、あの、並んでいるのであ、これ出てたんですねってこう、また棚から取るというわけで、まあ、これも結局ね、自分の意思で買ってるっていうよりは、その書店の、この書店員さんの棚を見てしまったばかりに本を買うというね、ことになってますので、全くそういう意味では選書してない気がしてきましたね。はい。そういうことでした。ありがとうございます。いや、あの、お二人の著書、しばしば出てくるキーワードに好奇心というものが、あの、あったりすると思うんですけれども、やっぱり、あの、まあ、そもそもの多分好奇心の受け皿といいますか、こう、方向性がやっぱり広くて、そうすると、やっぱその好奇心を持っていると必然的に買わないといけないものってこれだけあるよねっていうのが、やっぱそこからこう、芋づる式でどうしてもたくさん出てきてしまう。あの、さっきネット、本はネットっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、もう本当に網のように、とんでもないことになってしまうというところで、あの、私もよく人から何でお前そんな本買うんだっていうふうに言われるんですけど、もうしょうがないなと思っていて、別に買いたくて買ってんじゃないんだって話してるんですけど俺も別に本当にもう渇望してるわけじゃなくて、もう買わざるを得ないんだっていうのがあるんですけど、まあ、自分の興味関心だったりするともうくっついてきちゃうんですよね、うん、そうそう、あ、そこにしょうがないからお金は払ってるけど、実際もう来ちゃってるんでありがとうございます。あの、ちょっと自分の中で言語化ができました。
ありがとうございます。ではでは、ちょっと長時間、お話をたくさん聞かせていただきまして、デビューの時、のお話ですね、から、まあ、翻訳、そして、選書、もとい、選ばされてるというお話まで、盛りだくさんでお話を伺わせていただきました。まず前半として、私のチャンネルでお話を伺わせていただいたんですけれども、続きは、哲学の劇場の方で、また、違う角度でお話を伺いたいと思います。山本さん、吉川さん、本日はありがとうございました。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 